皆様こんにちは。絵画こと買取プロ集華堂の金子でございます。こちらはですね、篠田桃紅さんの作品でございます。篠田桃紅先生、今でも亡くなられてましたけれども、非常に人気が高くてですね、全国の各百貨店はじめですね、いろいろなホールで現在でも展覧会開催されております。篠田桃紅先生はですね、大正2年にお生まれになりまして、ずっと東京にいらっしゃったわけですけれども、5歳の頃にお父様の手ほどきを受けてですね、桃紅という名前ももうその頃に与えられたというふうに言われておりますけれども、墨を用いたこういった抽象的な表現の方法ということで、独特のジャンルを切り開いていきましてですね、で1956年にはですね、アメリカに単身で渡ってですね、アメリカでもパフォーマンスに、その書を使ってですね、パフォーマンスを繰り広げるということでございました。でその後、ニューヨークの一流ギャラリーでの個展を開くことを、機会としましてですね、その後アメリカでも非常にこの墨の勢いのある、書がですね、ジャポニズムじゃないですけど、絵というふうにですね、捉えられてですね、前衛主義の中で非常に隆盛を極めていたと言われております。残念ながら、昨年104歳でお亡くなりになられましたけれども、国内海外問わずですね、いろんな美術館でたくさんの作品が収められております。私どももですね、社長をはじめ、店一丸となってですね、篠田桃紅先生の、作品をですね、展示広めていこうということで、このギャラリー集華堂でも展示をしておりますし、これから他のところにもですね、うちの在庫も使っていろいろやっぱり発表する、そういった活動にも参加していきたいなというふうに思っております。ぜひこういった抽象画の本画はもちろん、あるいは書の篠田先生の味わい深い書の作品、そしてリトグラフ、版画ですね、版画も含めてですね、私どもきちっと評価をして高く買い取りをさせていただいております。でまた買い取ったお作品はですね、次の担い手の方にですね、きっちりとバトンをつないで美術品継承してまいりたいと思います。私ども美術賞に書かせられた大きな使命だと思って、篠田先生の作品大切に扱いたいと思います。ぜひ一度ご相談をいただければと思っております。絵画骨董買取プロ集華堂では、私どもの代表を務めます田中もですね、篠田桃紅先生の人生観、生き方に非常に惚れ込んで作品をコレクションしております。買い取りもですね、熱意を持って対応させていただきます。ぜひこちらのフリーダイヤルまでお電話いただきますようにご連絡お待ち申し上げております。